ゴーカーチャンネル。でこのダイナミックモードにするとメーターも赤くなりますね。エコというモードとダイナミックモード、そんなに大きくは変わらないんですか、多少赤っぽくなるんですがあまり大きくはわからないですね、それからメーターがいろいろ表示ができることが、先ほど触ったら分かったんですが、ここを全体に地図にすることは私も知ってたんですけれども、表示レイアウトっていうのがあって、例えばもう速度メーターとタコメーターを一緒にしちゃったような1個の円盤にするようなこともできたり、するモードも増えましたね。でこのあたりはやっぱりこのフル液晶を使っているということもあって非常にこうフレキシブルにですね、デザインをチョイスすることができるようになっているなというふうに思います。まあこの車の場合はそのダイナミックモードもいいですけれども、まあワインディングなど入った際にはそういうモードで運転してもいいとは思いますけれども、なんとなく全体的なこの車の走りのフィーリングからそこまでスポーティーに走ろうという気にはさせられないですね。もう一つ V6 の3リッターの、スーパーチャージャーがあるんですが、そっちだとまた、かなりスポーティーなフィーリングで、魅力的な部分もありますけど、この2リッターのターボだったら普通に実用で走って気持ちいいと、そういうような出来になっているとお考えいただいていいと思います。それからこの車にはACC アダプティブクルーズコントロールが装備されていますね。でジャガーランドローバーは多分この停止状態からは聞かせることができなかったはずですね、これがもったいないんですね、ACC はやっぱり止まってる時、例えば渋滞に入った時に、聞かせたいわけですね。例えば今こう止まってる時に、追従で、セットをしてですねブレーキペダルから離してもこう車止まっとってほしいんですが、止まっといてくれません、これは時速30キロ以上でないと、聞かせることができないんですね。ですから、この車はその渋滞に入ってからの、設定ができないというのは本当にもったいないので、これは早いとこ、改善してもらいたい部分ですね。今もこれダイナミックモードですね。ですからやっぱりアクセルを割と軽く踏んでも車はぐいぐいこう、前へ出ていくような印象がありますから、その力強さ感は、魅力といえば魅力ですね。まもなく信号が青になりますので少し強めの加速をしてみましょう。まあまあこうエンジン音としてはそこまでスポーティーなエンジン音でもなければ排気音でもないので、まあどちらかというとやっぱりこのエンジンはそのスポーツ性よりも実用で、より気持ちよく使えるような設計思想になっているんだなということが分かりました。でまあ前回ベラールのディーゼルを紹介して、まあ、あの前回のディーゼルの時はその前に乗った車が大変なスペシャルモデルで SVO とか SVR の車に乗った後だったもんですから余計に、こう重たい感じを感じてしまったもんですから、今回と同列で比較ができないのが一つ、断っておかなければいけないとは思うんですが、私は基本的にディーゼルが好きなんですけれども、このベラールに関しては、
前回のディーゼルよりもこのガソリンの方が私の個人的な好みと、あとこのベラールという車の、成り立ちって言いましょうかね、このコンセプトからすると、こっちの方がマッチングしているのではないかなという印象が強いです。でもう一つ、この同じエンジンに300馬力のバージョンがあるんですが、多分300馬力じゃなくてこの250馬力でも、特に不満に思う方は少ないのではないかなというふうには、思いますね。でこの R ダイナミックというエクステリアデザインを見るともっと足回りが硬いのかなと思ったら、そうでもなくて、やっぱりこうゆったりとした乗り味を提供していますね。このあたりはその見た目でちょっとスポーティーすぎるというふうに思っていた不安は特に解消されたから、その点は私は良かったかなというふうに思っています。ステアリングはやっぱりだいぶ軽いですね。なんて言うんでしょうか、非常に軽い操舵力で舵を切ることができます。まあこのベラールもいろいろまだエンジンがありますので、このゴーカーチャンネルではご紹介したいと思います。次はぜひ V6 の、ガソリンのスーパーチャージャー乗りたいですね。最近、V6 の車も減りましたから、またその車をご紹介したいと思います。はい、この車にはヒルディセントコントロールという機能がついています。まあランドローバー系はもうずいぶん昔からついているんですけれども、急な下り坂でドライバーがブレーキ操作をしなくても、車が車速を保ってくれるというような機能です。そうすることでステアリングに集中できるというわけなんですが、ここに坂道のマークがあって、これを長押しします。そうしますと、HDC オンと出ました。これがヒルディセントコントロールです。じゃあ今ここ急な勾配の坂がありますから、ここで実際にやってみたいと思います。でここで、速度も実は、変えれることは変えられるんですけれども、これは速度はここで、こっちのクルーズコントロールのスイッチでやることができます。今私アクセルを、離しました。で今これ自動的に、ブレーキが効いています。今私アクセル何もブレーキも踏んでいません。今自動でブレーキがかかってきています。もっと速度を落としたい、あ、これが今一番速度を落ちてますね。でもっと速度を上げたければこう早めることもできるんですけれども、もっと速度を効かす、あ、ブレーキを効かせたりとすればゆっくりになります。でこうステアリングにこう操作が集中できるという機能なんですね。でこれがこのヒルディセントコントロールという機能です。まあオフロードを走る際にですね、この機能は大変役立ちます。はい、ベラールの新しいインジニウムのガソリンエンジンを搭載した車に試乗してまいりました。まあちょっと今日はたまたま試乗車があって思いつきでやったもんですから、本当はもう少し乗ってみたかったんですけれども、まあ、時間も時間なので、それほど長くは乗れませんでしたけれども、第一印象は決して、悪くないエンジンでした。このベラールには割とこの2リッターのガソリンの250馬力っていうのは相性が良さそうだなという印象を感じました。やっぱりスポーティー性をもっと欲しい方はこのエンジンでは物足りないでしょうし、音なども割と、事務的な音なもんですから、その方は V6 の3リッターのスーパーチャージャーをお勧めしたいと思いますけれども、私のようなもう普通に街で気持ちよく乗れればいいというような考えの人はこのベラールの2リッターの直四ターボ、いいエンジンだったと思います。まあ、8速のオートマチックとのこのマッチングもなかなか良かったと思いますし、フィーリングも悪いものではありませんでした。でこの R ダイナミックということで、タイヤはですね255の50の20インチという、かなりインチの大きいホイールを履いた車でしたけれども、乗り味もしなやかで、それも良かったなというふうに感じました。まあ、今回はこの車に試乗しましたけれども、まあ、次、そうですね、V6 の3リッターの方に、ぜひ乗って皆さんにご紹介できたらなというふうに思っております。今回もゴーカーチャンネルをご覧いただきましてありがとうございました。